本平です。久しぶりにね、なんかめっちゃ高音質で音を取れるビデオカメラで撮影してます。画角も広いでしょ、うん、まあなんか久しぶりに出したかなって感じ、うん、なんかね歌を歌って録音したりしたいんだけど、まあなんせカラオケ動画っていうのが YouTube で禁止になっちゃったから、もう使い道があんまなくなっちゃって、まあでもかっこいいから気に入ってるんだけど、まあうん、売るのもね、いい値段で売れるとは思うんだけど、うん、でもかっこいいから気に入ってるし、結構この広い広角の画角がこの広いじゃん、このね、これがすごい好きなんだよね。だからまあ、とりあえずは売らないでおきます。で、まあ本題なんですけど、今回まあ雑談動画なんですけど、今僕がめっちゃ思ってること、ハロウィンも終わってね、ディズニーか USJ 行きたい。っていうことで、切に思ってます。マジでさ、もうテレビとかで、ってかもうテレビでさ、特集してんのよ。関西行きゃ USJ、関東に来りゃディズニー。もう最高じゃん、あれ。今一番行きたいのは、もうどっちでもいいんだけど、もう両方行きたいんだけど、まあ、USJ だったら行ったことある人で行きたいんだけど、俺行ったことないから USJ は。彼女とか好きな人がいない女子と二人で楽しく行きたいよね。もしくは、まあもう彼女を作って彼女と行くみたいな。やっぱ、いやもう俺お友達とかでも行くんだけど、行ってたことあるんだけど、やっぱね、うん、彼女とかと行くディズニーっていいよなっていうか、ねえ、なんか別れるとかいう話もあるけど、俺は絶対行った方がいいと思う。うん、素晴らしい思い出になるよね。うん、できれば地元から一緒にさ、電車乗って行きたいけど、まあ、いいよ、都内でバイバイでもいいよ。だからまあ、そんな相手がいたら、ぜひね、連絡ください。Twitter の DM か、まあ、DM のリップでもなんでもいいんで、うん。連絡をくれればいいなと思います。クリスマスまでに、彼女を作ろう計画、スタート。って感じですね。まあそれに向けてもちろんダイエットしてますよ。まあ動画にこれから頻繁にちょっと顔出しをしていきたいなと思ってて、ちょっとね、体型がわかる服装をするのはちょっと勇気がいるんで、ちょっとダボっとした服は着させていただいてますけど、まあ今日は部屋着のまんまなんだけど、まあ、ダイエットもね、ちょっと やってますし、ダイエットというのは食事をちょっと、まあバカ食いしないように努力してて、まあ、それより運動ですね。運動頑張ってるよ。運動はまあめっちゃやってるんだけど、食事はもっと減らした方がいいんだろうけど、そこまでまだ大量に減らせてはないんだけどね。体重がちょっとね、戻ってきちゃって太ってる時に。まあここ何日かはちょっと減ってはきてるんだけど、そんな感じでまあダイエットして、まあダイエットしなくても、こう自分のことを好きになってくれるような人がいればいいんだけど、まあ、俺内面的な良さがあんまないから、外見を磨くしかないんですよ。ということで、ディズニー行きたいです。耳とかつけたいですね。リサイクルショップとかによくさ、耳売ってるじゃん。あれはね、いくら僕でもね、さすがにあれはね、現場で買いたいです。で、一緒だよ。一緒のものがリサイクルショップで売ってたとしても、新品未使用だとしても、やっぱディズニーとかのその、現場で買いたいんですよ。わかるかな、この気持ち。そうですね。で、まあなんかダッフィーとか買いたいんですね。まあジェラトーニ持ってるんですけど、まあ、ダッフィーシェリーメイも持ってるから、もう一匹なんかウサギみたいなのが出たじゃん。あれを今度は買いたいかな。Cもいいね。でもランドの方がなんか乗り物が多い気がする。まあ気のせいだけどね。多い気がするんだよね。だからランド。ユニバに行く場合は、USJ に行く場合は、ちょっとわからないから、USJ 詳しい女の子とぜひ行きたいなと思ってます。こんな感じでどうでしょうか。たまにはね、雑談動画もね、作っていきたいなと思います。だからなんか顔出し動画を作ったついでに、こう今こうね、エンコードしてる途中にこうね、撮ったりとかね、よろしく。じゃあね。Please subscribe.